みくん、みちゃん、ひとり夫婦です。本日はホテル大倉東京ベイにやってきました。前浜朝活シリーズ第4弾でございます。はい、今日も自転車でやってきました。はい、今回は今まで行った3カ所よりもさらにランクが上でございます。おいくらですの？お一人3,800円。豪華だね。ね、ディズニーワールドにもうすぐ行くのにこんな贅沢してていいんですか？ダメです。ダメなんかい。明日から毎日お茶漬け生活ですよ。あ、お茶漬け好きならよかったね。泊まるときつけるかつけないか結構迷う金額だと思いますので、ぜひこの動画参考にしていただければと思います。なんか千葉でナンバーワンのオムライスがあるらしいの。ナンバーワン、うん、これは食べてみないとね。みちゃんはね、シェフが目の前で焼き上げてくれるフレンチトーストが楽しみだわ。それは楽しみですな。うん、メニューもみっちり紹介していきたいと思います。はい、寒いです。じゃあ行こうか。はい、それではホテル大倉の朝食ブッフェにレッカチュー。いい匂いがしてきましたよ。あ、この朝食ブッフェの音わかる。食器が擦れる音いいよね。はい、ということでお席にご案内いただきました。なんだか温かみのある照明でいいですね。うん、なんかね、どっちかというと落ち着いた雰囲気で。ということで早速お料理見ていきましょう。はい、まず目に飛び込んできたのはシェフがその場で焼いてくれるフレンチトースト。はちみつも国産天然 100% のこだわり。カレーはベジタブルカレー。とろろをはじめとして和のご飯のお供がこんなに。お味噌汁の横にはいなり寿司。マグロの漬けも。珍しいのがこちら、ベトナムのフォー。パンは5種類、ジャムは4種類。サラダコーナーに定番の洋食メニューたち。目玉焼きの隣にはアジフライが。蒸し器にシューマイと温野菜も。3種類のシリアルとヨーグルト。ちっちゃいエクレア可愛い。ドリンクバーのマシンとコーヒー、ミルク、リンゴとオレンジジュース。少し離れたところにコーヒーマシンと紅茶コーナーには生レモンも。そして千葉ナンバーワンのこちら、シェフが目の前で焼いてくれるオムレツ、オムライスは熟練の技が詰まったまさに芸術品です。おー、出ました。ありがとうございます。はい、映りましたか？はい、はい、ありがとうございます。嬉しい。一発目は洋食を中心に撮ってみました。珍しいのはこの辺かな。クロワッサンにあんバターができるの。一番楽しみにしていたフレンチトースト、最初何個食べますかって言われて一つでって言ったんだけど、あまりに美味しそうすぎてやっぱ二つでって言ったら笑われました。そしてすごく美味しそうだったアジフライ、これはニラマヨネーズっていうらしい。これ気になったね。私はいつも通り大量のサラダと同じくアジフライ、マカロニ、肉じゃが、ハンバーグ、ソーセージ。これですよ。めちゃくちゃ綺麗ね。これはチーズオムレツでございます。素敵。そう、種類もね、オニオンオムレツとかオムライスにするかオムレツにするかも結構選べる。いや、迷うね。いただきます。いや、まず一発目に行っちゃおうかな。いいですか？まあね、朝ごはんだからいいんだよ、パンから。この生クリームが超幸せ。ひたひたな。もうスッとフォークで切れるぐらい柔らかいです。ではいただきます。飲み物だ。え、なんだろう、カスタード。うん、カスタードだこれ。なるほど、飲むカスタード。へー、おいしいよ。ちょっと一口欲しいな。
しょうがない、じゃあこれを一口食べましょう。本当だね、プリンみたい。うん、もはやパンいないもんね。うん、だけどそのパンのさ、香り、美味しい。オムレツですよ。ちょっともうスプーン見つける時間も惜しかったからフォークで食べるよ。これこそ飲み物だよ。うん、いやソースもマジめちゃくちゃうまいぞ。さっきシェフに聞いたの、1日何食ぐらい作るんですか、うん、じゃあ大体200ぐらいだよ。基本1人1個だからねみたいな感じだったけど、これから今日3個いきます。ニラマヨネーズは意外とニラは強くなくて香りがする。それがなんかアジフライにマッチして臭みが消えてて美味しいです。これお昼に食べたい。朝ごはんに食べれていいものじゃない。魚もすごいしっかり身の美味しさを感じられます。分厚いよ。春魚を朝から食べられるなんて。確かにね、あって焼き魚だ。じゃあ、 最後お皿に乗せるとこまで、この辺でお皿乗せますからそこまで取ってください。ありがとうございます、ね、わあ、すごいすごい、わありがとうございます。食べました、はい、ありがとうございます。芸術品だよ、こんなの。素晴らしいよね、あの技術。すごい感動しちゃう。ポッポッポンってできた、うんうん、魔法みたい。シェフが焼いてくれたんだ。いただきます。シェフ生まれてきてくれてありがとう。シェフ美味しい。これに入れるんだ。こんな感じ。ここに入れる。あ、ハリッサだ。パクチー大好き。ごま油をちょっと垂らしてできました。おいしい、ちゃんとフォーだ。パクチーを入れるとね、しっかりベトナムっぽくて、うんうん、面白いね、和洋中ベトがベトこれはね、おそらくナスとかズッキーニとか入ってますね。素敵。うわー、すごい、すごい野菜でトロトロになってる。うわー、いいね、うん、あ、これは朝カレーにぴったりね。うん、結構バクバク食べれる感じだ。うまい。本当にバクバク食べてるよ、うん、これもすごい美味しい。山かけ漬けマグロ丼ができるんです。こんなの最高じゃないですか。マグロもすごいさ、ぶつ切りでさ、分厚くみたいなさ、うんうん、なんか贅沢だね。うん、そしたらまあ、いっぱい取れば海鮮丼にできるわけですもんね。
これは蒸し野菜、温野菜ですね。あー、肉あるか。うん、結構ちゃんとニンニク効いてる。うん、ギーニャカウダ。ギーニャカウダ。なんでこのちっちゃいやこれ。すごい中身が爽やかなクリームで、こってり甘いカスタードじゃない。生クリーム爽やか系。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。美味しかったね、うん、僕たち8時ぐらいに到着しましたけど、並ばずにスムーズに入れたね、うん、9時ぐらいかな。少しだけ並んでる様子もありましたが、うん、比較的全体的に落ち着いている雰囲気でした。はい、前回からやっておりますりちゃんに星をつけていただきたいと思います。はい、りちゃん厳しいですよ。味はいかがでしたでしょうか。味は星5つ中4つでございます。5つには至らなかったと。5つには至らなかったですね、うん、同じ価格帯で比較するとオリエンタルホテル東京ベイの方が味や素材へのこだわりというのは感じました。ただ決して美味しくないわけでは全くないですね。もちろんめちゃくちゃ美味しいことは保証できると思います。続いて2つ目、品揃えですがいかがでしょうか。品揃えも星4つです。おお、なるほど、うん、ラインナップとしてはオーソドックスではありましたが、うん、和洋中そしてベトナム、甘いしょっぱいのバランスなどが非常に良いと感じました。そうね、それこそフォーとか、うん、アジフライとか、うん、まあ、ここにしかないようなものは結構あったなっていう印象ではあるね、うんうん、そうだね。では最後、総合的なおすすめ度はいくつでしょうか。おすすめ度は4です。おー、オール4ですね。オール4ですね、うんうん、個人的にはすごく好きでした。うん、うん、なんていうか雰囲気も落ち着いているし、木をてらった感じはないんだけれども、うん、一つ一つの料理がしっかりゆったり高級感を味わえるようなクオリティが保たれていて、うんうん、すごく、まあ、王道を突き詰めているなって、うんうん、で、そのちょっとした余裕があるところで遊んでるっていうような感じ、うん、すごいわかる、うん、だから高級っていうよりかはなんか余裕を感じる、うんうん、お食事をちょっと楽しんでみましょうみたいな、うん、すごく優雅な時間を過ごすことができました。はい、なんか客層もそんな雰囲気がしたの。そうだね、このお値段払うんだったらゆったりお食事を楽しみたい、うんうん、そういうニーズにはぴったり応えてくれるレストランなんじゃないかなっていうところでございます。はい、なんかね、良かった、いい時間を過ごせた、うんうん、何よりやっぱ僕はオムレツ、オムライス、あれを見るだけで結構さ、いいもん見たなって思うじゃん。いや本当エンターテインメントというか、そういう意味でも王道なんですよ。シェフの技を楽しむとか、格調高いエンターテインメントを提供してくれるなっていう印象でした。はい、とってもいい朝食ブッフェでございました。舞浜近辺のホテル全制覇を目指しております。はい、ぜひぜひ応援の意味も込めて高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。そして間もなくフロリダへの新婚旅行のシリーズも始まりますので、今後の動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ひとり夫婦でした。また見てね。